おはようございます。今日はなんか朝から作るらしいので来たよ。おっと、これですね。黒豆みたいなぬかごです。ぬかごとは長芋や自然薯から地上に伸びた葉の生え際に実る直径1センチメートルほどの丸い芽のことを言います。地域によってはぬかごと呼ぶこともあります。ぬかごって何だったっけ。とろろ芋の子供。とろろ芋、里芋か。里芋じゃない。とろろ芋、長芋。長芋のあのつるで、その子供何個を炊くの。3。これじゃ小さ、少ないと思う。全部入れちゃうか。うん、ここに残って、こんだけ残してどうするつもり。それバター炒めで食べようと思ったら入れちゃうか。いいじゃん、バター炒めでいいじゃん。バター炒めも美味しいね。炊くときは普通。普通。あとこれ塩入れてさ、炊くだけ。塩でなってなんかめんつゆとか入れちゃダメ。汚くなるじゃん、これが黒だもん。やっぱし塩がいい。これぐらいがいいな。これぐらいな感じです。おっと、もう米がだいたい見えないぐらい。で、水入れる。で、それが入ったら少し傘がいくから、その分多く水入れるの。普通に私書いちゃう。サンゴならサンゴで。サンゴで。足が痛い。なんで。昨日頑張ったで。山登り頑張りすぎで。足が痛い。どこが痛いの。膝？太もも。筋肉痛か。筋肉痛。塩どれぐらいだ。大さじ1杯ぐらい。もうちょっと入れる、ね、よいしょ。でも別に味が薄かったら後で足したらいいんでしょ。そういうこと。あ、塩、あのしょっぱすぎるとこもあるけど、その一緒に歩いたその男の先生、ビール飲みながらパン食べとったもんで、お昼ご飯、私がこのおにぎり。ビール飲みながらパン食っとったの。見とったら、なんかこのおにぎりをさ、これも甘いけど、どれ、この納豆ご飯。何のおにぎり。あ、納豆。甘納豆のご飯、甘納豆のご飯で食べたことないだろうで、よくやって言ったら、欲しい欲しい、ビールにパンは合わんよねって言ったら笑っとってさ、で食べて帰りにバス乗って、珍しいおにぎりありがとうねって。はい、続いてぬかごの300円か、新白、つくで3です。バター炒めってどういう感じになるの。シャリシャリしてバターの味がするんじゃないの。美味しいってみんな言ってた。でも私が買っただけど、みんな買わない。なんでお金使うんですけど。大平さんは200円の椎茸買って。なんでお金使うの。あんたが金遣い荒いんじゃないの。でも300円か。あ、そういうお前、あのスマホいくらしたの。あんなスマホタダだよ。0円、1円。なんで？ん？なんで？子供だで？違う、なんかそういう新春キャンペーンみたいなやつで。いや、ほんでね、歩くときに、ヒゲタさんち人に一緒に歩いてきて、あの人上手な、まあ、4つ目だって言ったわ、これが。ヒゲタさん、それって高いのって言ったら、私はね、って言って値段は言わんかったけど。何を持っとる？iPhone？ あ、シャープとか。ああ。いい、そういうやつ。ほんで、普通に買えば4万とか5万とかするよ。私が1万円ぐらい、いや、それじゃ買えん、2万円ぐらい、それじゃ買えん、それにしちゃお前がバカに思ったんだと思ってさ。ほんで大平さんに聞いても出るよって、琴子さんに聞いてもお金が出るよっていうじゃん。その会社のキャンペーンなの。そうそうそう、新春のなんかキャンペーンで、ただって、ただってか1円って言ったもんで、あのもので買ってきた。そうだ、私が昨日歩きながら考えて、その分通信料、通信料とか普通普段のお金の中に入っとるんじゃないの、分割みたいな感じで。はい、ということでぬかごのバター炒め、あっという間にできるの。これベーコン入れてみるか。美味しそうだね。はい、あったあった。肉がベーコン中で買ってきてあるけど、私は全然。何ベーコンなん。塊、四角いベーコンな、薄いベーコン。使うもん。はい、急遽
ベーコンを入れてみるそうです。何を？スマホのケース。ケースそこで作ったけどさ、青いやつ？ん？これ？これ？違う、もっと向こうにいいやつ。そんな綺麗なやつ。どれ？これ？うん。ほんでこれ作ったの？作ったんだよ。これなんかどっかで見たな、この柄。なんだろうね、私も作ってあったもんで、ね、それ入れてみたらさ。何の柄なんだろうこれ。どっかで 見覚えのある柄だな。そうだな。これ自分でね全部作った布切れから。そう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 。それで、その吊るすやつね、うん、100均で売ってたもんで、うん、前に行ったら、アピタ、チリのアピタでなきゃな、同じものは売ってないって言って、こんなもんでもう、こんなの自分で作っちゃえって、作って。はい、ベーコンを入れて一緒に炒めていきます。ほんで、肉に歩数計を入れてもらったし、あ、アプリで？うん、ばあちゃんこれで取らんよ、ヤフー使うって、ヤフー何って言ったら、ヤフーなん使わんって言ったら、じゃあそれで入れてあげるっつって、うん、背とか体重とかそういうの言ってね、うん、でやってくれて、うん、はい、塩コショウで味をちょっと整えていきます。どう？硬い、うん、だからもうちょっと炒める、うん、若い分ならいいけど、ちょっと食べさせて。熱いだ。熱いな。熱いに決まってるじゃん。うん、別にいいじゃん。いいな、私手は硬いなと思って、うん、もうちょっと炒めよう。で、これとこれね、麺とね、うん、あのみかん美味しいだら。まだ食べてない。本当あれね、ロクちゃんがね、美味しいぜ、肥料は悪いけど美味しいぜ。どこで買ってきたの？ん？買ってきたの？いっぱい作ってる。あ、みかんは作ったの？いっぱい作ってる。農家なの？本当は消防士だったの、若い頃は、うん、はい、まあいいかな。ということで、はい、出来上がりました。どうだ、もう一個。もういいだろう。熱い。うん、いい。柔らかい。うん、うん、ここ俺は全然 OK。 はい、ということで今日のお昼ができました。あとはご飯が炊き上がるのを待つだけです。もうちょっとこれ入れる。まあいいでしょう。ぬかごのバター炒め。うん、昔はい、ということでぬかごの炊き込みご飯。ぬかごの炊き込みご飯っていうのこれ。だね。ぬかごご飯だな。はい、これを今日弁当で持ってきます。塩味。一人で入っちゃう。うん。あんた足ビッコ引いとんの？引いたの。ぬかご尽くしです。本宮さん、登山の様子をはっちゃんに撮ってきてもらいましたので、近いうち編集してアップします。あまり期待しないでお待ちください。カメラアングルがいまいちでした。初めてなので多めに見てください。笑。